はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の空間の点の座標についてお送りします。で、ここからね、新しい章のスタートで、ここから空間ベクトルなんですけど、で、最初なんだけどポイントはなしです。問題をね、8問やりながら最初の基礎を確認していこうと思いますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番からまずやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、空間ベクトルなので、今まで2次元のね、こう平面でのね、問題解いてきたんですけど、空間、立体になると、こういう感じでね。で、立体になってるので、軸が1個増えます。X 軸、Y 軸、Z 軸って、まあ、3次元の話になっていくんだけど、で、この上の問題は、P だけ座標が出てます。ここね。これが3の5の4ですね、これ。で、この時に、この直方体の4つか、これの点の座標と、あと SR と PB のなす角度、これをまた求めに行くと。で、ここに関して、まあ、空間図形、空間ベクトルに関しては、すごい得意不得意がね、分かれるんですよ。で、よく一般的に言われるのは、女の子の方が空間ベクトルは苦手だって言われやすいんですけど、これ立体なんで想像がしにくいんですよね、結構ね。で、まず今回掴んでほしいのは、こう立体が出てきた時に3の5の4ってあるじゃないですか。これがどこが3で、どこが5で、どこが4なのかみたいなのをちょっと掴んでほしい。で、これは平面ベクトルの時、これどこが5かな、ちょっとどうせ消しちゃいますけど、平面の時ってこう軸が2本X と Y 軸ってあったでしょ。例えばここの座標が4の3ってなってたら、 X 軸の方向に4行って、3の4だな、どっちかというとな、失礼、長さ的にね、ここに X の方向に3行って Y の方向に4行ったところの座標を表すみたいな。だから3行って4って表すじゃないですか。ここが3だし、この長さが4になるよみたいな。で、同じ感じでぜひ掴んでほしくって、これ結局 X 座標です。3、5が Y 座標で、4が Z 座標でしょ。つまり今原点がここに O にあるから、 X 座標、お前 X 軸方向に3行ってるんで、こういったここが3なんです。この A までの部分、ここまでが3で、 Y 軸の方向に5行ってるから、結局まあ、こう、3って5なんですけど、こっちで表すと、OC のこの部分、ここが5になります。で、最後の Z 座標の4に関しては、高さの部分ね、上に上がる部分なんで、こっから上の部分の OR のところ、ここを4で表してます。で、3つ、順番でなぞっていくと、O 出発して、3行ってここ、次5行くから、5行ったらここで、4上がるからここ行くと P があるじゃんか。だから3の5の4って、そういったそこの長さになってるんだよっていうのをちょっと頭に入れといてください。で、それが入ってるとわりかしこれが解きやすくなって、まず B 行きます。で、考え方は2つあって、今みたいにこういくつ行って、いくつ行って、いくつ上がるみたいな感じでやっていくと、例えば B。これは、まあ図で考えてもいいんですけど、今さ、P 行く途中に B 通ったでしょ ?3 行って、5行って、4行くときに、こう通ってるじゃん。ってことは、3行って、5行って、こっから動かなければ B のまんまじゃんか。だから、3行きます。5行きます。で、上に上がりたくないんで0にしてしまえば B ね。これで B の座標になります。で、3行って5行って0、上に上がらないっていうっていう考えでもいいし、あとこれもできてほしい、今のね、このやり方もできてほしいんですけど、立体があるじゃないですか。で、これまあ直方体なんで P が上にあるでしょ、上にね。そこの真下に下ろした、ここに B があるんです。イメージとで斜めになってるから見にくいかもしれないですけど、 P が真上、真下の B なんです。で、これ下の部分、ここあんまりちょっとイメージがしにくいかもしれないですけど、ちょっとティッシュ箱を使おうか。で、まあ、ちょっとね、下のこれ平面っていうか、そこの上にこうティッシュ箱が乗ってるイメージに映ってないっていうね、
こういうイメージでちょっと持ってもらっていい？で、この直方体がこうティッシュ箱だと思ったら、下のこの部分、ティッシュ箱が乗ってる部分ね、ここ平面があります。それを X と Y の平面なんで、XY 平面って言います。XY 平面。で、まあもちろん今回これプラスの座標、原点からプラス方向、プラス方向、プラス方向しかないんですけど、もちろんマイナスもあるんだよ、本当は。あるんだけどね。で、今下の部分が XY 平面。で、こっちの壁、ちょっと見にくいと思うんだよね。この左奥な感じ。これは、X と Z で作ってる平面なんで、ZX 平面って言います。これは XZ じゃなくて ZX っていう。で、そっち側、右奥のイメージね。そっちの壁の部分、ここが Y と Z でくっついてるんで、YZ 平面です。つまり、XY 平面、YZ 平面、ZX 平面。まあ、もちろん壁とは思わなくていいですけど、この図で言うんだったら、そこに壁があって、その壁の隅に直方体がブーンって入ってる感じ。イメージとしてはね。だから話を戻すと、そっから P が上にあるでしょ？で、真下に B を下ろしてる。で、ってことは、B は、下の平面の上にあるじゃんか、点が。XY 平面の上にあるときは、XY の平面なんで、Z ないんだよ。つまり Z は絶対に0になるんです、ここ。XY 平面の上にあったら、Z は0なの。いいかな？で、真下に下ろしてきてるから、P と B は、X と Y は変わらないです。真下に下ろしてるだけなんで。だから、X と Y は変わらず3号なんだけど、Z に関して、Z 座標は0になるよっていう。っていう風になります。で、ちょっとね、長くなっちゃいましたが、A 行きましょう。で、A に関しても、P に行く途中に A 通ったからね。だからそのやり方でやってしまえば、3行ったらもう A にいるじゃん。X 方向に3、こうやって行ったら。あと動きたくないんで、はい、0、0、OK! みたいな。これで終了です。で、ここでもね、ちょっとね、なんか余分な知識めっちゃ喋ってますけど、ぜひね、頭の片隅に置いといてほしいのが、さっき、XY 平面、ね、下の、XY 平面にあったら、Z は0だよっていう。で、もう一個。今度、軸ね。A って今、X 軸の上にあるんだよ、ここ。X 軸の上。X 軸の上にあるときは、X 座標はもちろんあります。X 軸の上にあるんでね。でも残りの Y と Z 座標は0になります。いい？これさっきの、ちょっと計算なきゃよかったね。こうやって、XY 軸だけでやってたね。ときに、もし X 軸の上にあったら、ここ座標って Y 絶対0でしょ。それと同じ感じ。X 軸の上にあるから、X 座標は数字がつきます。移動すぎるから。でも、どこに行こうが、Y 座標は0なんだよ。それと同じね。X 軸の上にあるから、X は数字がくっつきます。ちゃんとあるんだけど、Y と0に関しては0になるよっていう。そう。この知識ね、地味に使うので、そう、覚えておいてもらえるとありがたい。個人的には。よし。で、R 行きましょう。で、R に関しては、今の知識を使うとね、R は、Z 軸の上にある。Z 軸の。ってことは、Z 以外は0なんだよね。これ大事ね。で、最初に書いたように、ここ4って分かってるから、4上がったとこにあるでしょ ?R は。だから、Z 座標は4。つまり、004と。こうなります。でもって9ですね。9は、右奥の壁。つまり YZ 平面。こちらね。YZ 平面の上にあります。壁にくっついてる感じ。ってことは、X 座標は0なんだよね。YZ 平面だから。で、いくつ行っていくつ行ってるのはもちろん OK です。ここスタートして、Y の方向に5、上に4、上がったところに9がいるから、Y の方向に5。で、上に4上がってるから、0の5の4って。ね、それでも構わないし、P の横にポンって動いただけです。P をね。ボンってくっつけてるから、P と Q は Y 座標と Z 座標は変わらないです。だから同じ5と4を使って下ろしてきても OK。といった感じ。で、次、ナス角ですね。これ SR と PB なんで、
ここだね。と PB ここです。でまあこれに関してはさっきね土箱でやりましたけど、上のなここと高さなんで、こうちょっとね立体こうか立体になっちゃいますけど、こうくっつけてくれば90度なの、多分イメージつきやすいと思うんですよね。高さの部分と上の箱の蓋の部分なんで、で90度になるから、これはもう90度というふうになります。でこれもねもちろん大事なんですけど、次これあれ図関係なしね、下は点213があります。でそれぞれ、それぞれに関して対称な点の座標を求めようっていうですね、よく出てくる問題、まあ、定期テストで言うと一番最初の方の小問で出てくる感じだね。まあ2点3点ぐらいの配点のとこかなって感じはするんですけど、これですね、ルールで覚えちゃった方が楽だと思います。もちろん図で簡単に説明はするんですけど、多分ねこう説明で分かりにくくなっちゃうかもしれないけどね。これルールでいくよ。点があるじゃん。で対称ってことは、例えば ZX 平面だったらこの左の壁ね、ここの対称だからそこの反対側なんですよ。対称だから。で平面に対称にしたかったら ZX 入ってない文字って Y でしょ。その入ってない文字の符号だけ変えるんです。だからこれ ZXY1 なんで、そこだけ符号を変えるとここマイナス1なの。でもあと2つは同じで OK。 はい、これで終了です。そうで、同じように軸ね、 Z 軸に関して対称も Z で、まあ、使われてない文字は X と Y でしょ。だから使われてない XY の座標の符号だけ変えればいい。つまりマイナス2、マイナス1、 Z は変えないから3だよっていうね。で原点、これ一番簡単です。原点に関しては全部符号を変えてねっていう。なのでマイナス2、マイナス1、マイナス3となって、これで終了となります。でなんでルールでって言っちゃうかっていうと、まあ、さっきも言ったように、もし定期テストでこれが出されるとしたら、おそらく最初の方の小問です。でここの空間ベクトルって平面ベクトルもそうでしたけど、結構計算でね時間取られる問題が多いんですよ。で時間取られるんで配点も高くなる、多少は。ってことはここで時間を使ってほしくないのね。例えば図を自分で書いてみて、213、平面こっちだから、みたいな、もったいないみたいな。だったらもう使われてない文字の符号だけ変えればいいんでしょって。で原点に関しては全部符号変えればいいんでしょ、 OK みたいな感じで駆け抜けてもらった方が他に時間が当てられるので、個人的にはそうやってほしいなと思います。で、まあ、簡単にね、例えばこれだけ言こうか。 ZX 平面だって言うと、この213が P だと思ってください。もちろん違いますけどね、ちょっと図があるんで使わせてもらいます。そいつをこっちの左の壁の対象に行きたいってことは、壁の奥に突き抜けるんで、ドーンつって同じ部分の突き抜けたこの辺に来るんです。壁の奥ね。ってことは壁の奥、これこっち側は Y 座標の話なので、 Y 座標の分は反対側に移ってるんです。これ Y 軸ここにあるけど、さっきもね対象で言ったけど、これマイナスがあるんです。ちゃんと軸、今正の部分しか書いてないんで、ね、この軸は。だからここの部分の反対に行くから、今 Y 座標1なんだよね。つまりここが1だったんだけど反対に行くからマイナス1なんです。でも X 座標の部分は変わらないし、 Z の高さも変わらない。だからここに関しては Y 座標だけ負に変わるっていうことが起きます。でもいいんです個人的にはね、もうここはルールだけで解いてもらえたらなと思います。ただここでもね、こっちでもやりましたけど、やったように、例えば X 軸の上に乗ってる A とかね、だったら X 座標だけあるけど YZ 座標に関しては0だよとか、平面どうかよ、9があるか、9ね、 YZ 平面、向こうの奥ね、 YZ 平面にあるときは Y と Z は数字がつくけど X は0なんですっていう、このことはすごく大事なことなので、この辺もねぜひ覚えておいてください。では今回は高校数学数 B の空間の点の座標についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からですね、2本、2点間の距離ですね。こう、まあ、こことここの距離っていうね、2点間の距離についての問題やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。